キティの形の机とか椅子とか。それってとっても素敵ですね。ハラッピーの出張クラフトチャンネル。ハラー、みんな、いつも応援ありがとう。キティです。今回はキティのお家にぴったりな家具を作ります。おじいちゃんに相談したら、山形の天童木工さんが作っている蝶々の椅子をおすすめしてもらったんだけど、蝶々の椅子ってどんなのかな。蝶々さんはどう思う？一緒に謎を確かめに行ってみよう。早速山形の天童木工さんに来たよ。あはは、キティちゃんだ。すごい、かわいい。よろしくね。ありがとうございます。蝶々の椅子があるって聞いてきたんです。バタフライストゥールのことだね。うわー、本当に蝶々みたいな椅子だ。でしょ。でもこれ本当に木ですか？なんかこうぐにゃぐにゃ曲がってて。よく聞いてくれました。さあさあキティちゃん、こっちこっち。はーい。薄いペラペラの板がたくさん。熱と圧力を加えると木は曲げられるようになるの。木って硬いのにすごい。薄い板が重ねてギュッてされて形が変わってる。そう、成形合板の技術は薄い木を重ねてプレス機ですごい力を加えるの。そうするといろいろな形を生み出すことができるのよ。不思議な形の蝶々の椅子はこうやって作っていたんですね。ええ、それに強度も増すし、板を組み合わせるから癖や反りも少ないのよ。キティの力でもできるかな。いや、難しいと思うけど。ちょっとやってみます。あら、ダメでした。30トンぐらいの力がいるからね。30トン。じゃあここで一緒に作ってみよっか。やったー、お願いします。すごい、自由自在ね。通常の加工ではできない形にできるから、自由な発想や要求で家具を作れるのよ。面白い。日本の家具は品質の高さと美しさから海外でも高く評価されてるの。その中でもバタフライスツールはフランスのルーブル美術館にもコレクションされてるのよ。キティも何か作ってみたいです。キティの形の机とか椅子とか。私も欲しい。できたらプレゼントします。ありがとう。あとね、私たちは自然環境保護問題にも取り組んでいるの。例えば廃棄物の少ない製品を作るとかもそうだけど、放置していたら荒廃する森の手入れや保護もしたりしてるの。それってとっても素敵ですね。ええ、私たちは天然の木を扱っているから森を大切にする必要があると考えてるわ。日本の家具は優しい気持ちがこもってるから温かい感じがするのね。ありがとう、キティちゃん。座り心地、ツヤ、そしてキュート。イメージ通りで嬉しいな。他にも日本には素敵な家具がいっぱいあるみたい。例えばこの面白い形の椅子は曲げ木細工っていう技術で作られてるんだって。調べたらもっともっとキュートでワクワクする素敵な家具と巡り合えるかも。世界でも日本の家具を愛用してる人が多いんだって。納得ね。早速お家にぴったりの家具を探して運び込まなきゃね。
で素敵なお家ができた。楽しみにしててね。ほんと木って香りも手触りも見た時のぬくもりもいいよね。でもお家にこんなに木を使って森から木がなくなっちゃわないのかなって心配してたらね、森を守るお仕事をしていますっていう人からお手紙が来たの。次回はお家のお披露目の後でお手紙の人にお話を聞きに行ってきます。それじゃあみんな